ほんと素人ね。ライティングの基礎がなってないわ。こんなんじゃ一行だって任せられない。せっかくインタビューを受けてくれた選手に申し訳ないもの。そう言って俺を睨みつける。出直した方が良さそうね。今日は駅前のビジネスホテルにでも泊まって、また。俺の名前は三宅圭介。大学4年になり、周りが就活に必死になっている中、運よく印刷会社に就職が決まった俺。叔父の知り合いが紹介してくれるということで、俺はそのコネに飛びついた。その頃の俺は、多くの企業から不採用通知を受け取り、正直、心折れてたんだよね。自分なりにやりたい仕事は胸に秘めてたけれど、もう就職できるならどこでもいいやって感じで、その会社に入社した。でも、そんなんじゃやっぱりモチベーションは保てなかった。結局、俺は1年も持たずに、その会社を辞めた。おじさんには迷惑をかけてしまったけど、俺は一度諦めたはずの夢が、どうしても忘れられなかったのだ。もともと文章を書くのが好きだった俺は、新聞記者になりたいという夢があった。政治、経済、国際情勢など、世の中の動きを取材して記事にまとめる。自分の書いた文章が多くの人に読まれ、時には人の人生を変えてしまうこともあるかもしれない。そんな仕事がしてみたかった。やっぱりもう一度自分のやりたい仕事を追い求めて頑張りたい。そんなことを考えながら二度目の就職活動を始めた俺。そんな時、求人サイトを見ていると、ある求人が目に留まった。それはウェブライターの仕事。スポーツメディアサイトで記事を書く仕事だった。新聞記者とは違うけれど、今は多くの人がネットで記事を読む時代。これからもっとその傾向は強くなるだろう。それに俺、実は小さい時からバスケ一筋のスポーツ少年。体を動かすのも好きだし、観戦するのはバスケだけじゃなく、野球もサッカーも大好きだ。アスリートやスポーツ選手が書いたエッセイ、5、6集を読むのも大好きで、生きる上でのヒントは、すべてそれらから教えてもらったと言っても過言ではない。そんな俺にとって、記事を書く仕事、しかもスポーツに関係する仕事ができるなんて、願ってもない話だ。これしかない、と思った俺は、すぐに履歴書を添付したメールを、その会社に送信した。志望動機の欄に俺の熱い思いを書き連ね、祈るような思いで結果を待った。面接を受けられることになり、俺は緊張しながら会社に向かう。ライティングの経験はゼロだったけれど、スポーツに対する熱意が通じたのか、俺はなんとか合格を勝ち取った。面接の前、参考のためその会社のサイトで事前に読み込んだ記事は、どれもすごくわかりやすくて、選手の真に迫るインタビューが圧巻だった。ライターの欄に書いてあったのは、山田ひとみという名前。どんな人なんだろう。この人と一緒に仕事ができるなんて光栄だな。そう思っていた。入社して3ヶ月。俺は今、憧れだった山田さんに怒られてばかりだ。ほんと素人ね。ライティングの基礎がなってないわ。こんなんじゃ一行だって任せられない。せっかくインタビューを受けてくれた選手に申し訳ないもの。そう言って俺を睨みつける。自分なりに勉強はしてるし、入社したばかりとはいえ、人並み以上の文章力はあると思うんだけど、山田さんに褒められたことは一度だってない。山田さんはうちのエースライターだ。学生時代はバレエの強豪校で活躍していたというスポーツウーマンでもある。俺よりも少し背が高く、
肩幅はがっちりしていて、女性にこんなこと言うのもよくないかもしれないけれど、なんだか迫力がある。反面、彼女の書く記事は繊細で綿密、女性ならではの細やかな視点からの記事が高く評価されていた。読者のことを考えて書きなさい。そもそもインタビューの質問が的を射てないのよ。取材を受けてくれた人の内面にもっと迫らなきゃ。こんなのじゃ単なる一ファンの質問に過ぎないわ。山田さんの指摘は俺にとって完全に図星で、反論の余地はなかった。有名な選手やずっと憧れてたプレイヤーに会えることだけでも内心ドキドキだった俺。事前に質問は用意していたものの、舞い上がってしまった俺はファン目線でしかない単純な質問を繰り返していたことは事実だ。選手に対して遠慮もあったのかもしれない。いざ記事を書こうとした時にどうしても薄っぺらい内容になってしまったことは自覚していた。読者がこんな記事を求めてるわけじゃないっていうのも分かっていた。だけど取材を受けてくれる選手の内面に迫ることができる質問というのが、具体的にどんなものなのかよく分からずにいた俺。山田さんのやり方を参考にできればいいんだけど、実は彼女のやり方は俺にとって受け入れがたいものだった。入社当時、一度だけ山田さんの取材に同行させてもらったことがある。その時は中堅の野球選手の取材だったんだけど、山田さんの遠慮のない質問に彼は何度も眉を潜めていた。山田さんはプライベートな質問も容赦なくぶつけ、他のインタビュアーなら空気を読んで避けるような質問も遠慮なく聞いていた。笑顔だけは絶やさないその表情が人形のように見えて、なんだか逆に怖かったのをよく覚えている。実際クレームをつけてきた取材対象者も過去には何人かいたようだし、俺は山田さん、もうちょっとオブラートに包むっていうか、やんわり聞いた方が相手も話しやすいんじゃって思わず意見してしまったのだが、それが山田さんの気に触ったようだ。仕事に対する注意だけじゃなく、山田さんは俺の人格を否定するような発言を怒鳴るようにぶつけてくるようになったので、結構傷つく。でも山田さんのような取材の仕方を見習おうとは思えない。だけど山田さんの書く記事が人の目を引きつける素晴らしいものであることはよくわかっている。実際彼女の記事がネットに上がればすぐにトピックとして注目されるのだ。そのやり方は賛否両論あるかもしれないが、彼女の実力は認めざるを得ない。俺、向いてないのかな、この仕事。どうしたらいいのか、もうよくわからないや。情けないが、俺は前にも後ろにも進めない状態で、頭を抱えていた。うちの会社は、普段あまりメディアに扱われることのない選手にフォーカスし、取り上げることが多いんだけど、その分、苦労も多い。有名なのにもかかわらずメディアに登場しないということは、つまり取材拒否してる選手、もしくは取材を苦手とする選手であることが多いのだ。なので取材交渉の時点から緊張が続く。粘り強い交渉の結果承諾を得たとしても、今度はインタビュアーとしての資質を求められる。質問の仕方によっては固く口を閉ざされることは容易に想像できる。プライベートにまで突っ込んで聞いてしまえば、たちまち席を立たれる可能性もある。無事インタビューができたとしても、記事にする力がなければ元も子もない。俺はどの段階でも半人前だった。山田さんに叱られながら必死で試行錯誤していた俺。ある時、
なかなか取材を受けないことで有名なバスケットボール選手西田健人さんから取材 OK の知らせが届いた。俺がずっと取材交渉していた相手だ。小柄ながら NBA で活躍する彼は無口でストイック、気難しい人だった。俺が高校時代、一緒にバスケ部で汗を流した同級生、狩野が今たまたま西田さんの通訳をしているということでダメ元で頼み込んだ取材だった。帰国するタイミングでうちの取材を受けてくれるという。昔から憧れていた西田選手にインタビューできるなんて俺は飛び上がって喜んだ。ただインタビュアーは俺一人、一対一で手短にという希望。ほとんどメディアに出ていない西田選手のインタビュー、きっと注目されるに違いない。俺は張り切っていた。同僚たちも久々の大きな仕事に、うまくやれよ、お前なら大丈夫だ、なんて励ましてくれる。とそこへ、資料集めてる？見せてみなさい。そう言って山田さんが俺のデスクに近づいてきた。そして、私も一緒に行くわ。失敗できない案件だもの。あなただけに任せるのは不安すぎる。なんて言いながらデスクの上に置いてあった資料の束を手に取った。そして、これだけ？インタビューは明日でしょ？と不満そうに眉間にシワを寄せる。いや、あのインタビューは一対一でって言われてるんです。二人で行けば約束を破ったことになってしまいます。そう言ってやんわり断ったのだが、インタビューするのはあなたでいいわよ。私はあくまで付き添い、補助ってことで言っておいたらいいでしょ。そうだ、写真撮影は私が引き受けるわ。と譲らない。仕方なく同行者ができたことを西田選手側に連絡すると、断られはしなかったものの、当然歓迎ムードではなかった。機嫌損ねたかもしれないな。それでなくても緊張し不安な気持ちでいっぱいだった俺は、山田さんがついてくるということでさらに不安が増してしまった。取材場所は空港近くのホテルの一室。前日帰国したばかりの西田選手は部屋で待っているとのことで、俺たちは約束の時間にホテルに向かった。タクシーの中で驚いたのは山田さんがバッグから出したファイルの分厚さだった。そのファイル、もしかして西田選手の資料が入ってるんですか？ええ、そうよ。急だったからあまり集められなかったけど。いや、その量、すごいっすよ。俺もだいぶ頑張りましたけど、負けた気がします。と言ってはみたが、俺は西田選手の長年のファンでもある。頭の中に入っている情報は山田さんに負けないつもりだった。だけど山田さんは自信満々に、徹夜で全て頭に入れておいたわ。何聞いても答えられる自信がある。ここに載っていない情報で西田選手に聞きたいこともたくさんピックアップしておいたの。なんて言っている。一夜仕込みの情報だなんて正直大したことないだろう。それに質問するのは俺だけだなんて思っていたのだが、西田選手の部屋をノックすると、はい、という低い声が聞こえた。不器用で人付き合いが苦手だという西田選手だからこそ、今まで取材という取材を全て断っていたという。彼は彼で緊張しているのだろう。俺はできるだけリラックスして話してもらえるように努めて笑顔で西田選手と向かい合った。用意しておいた質問に西田選手はゆっくり言葉を選びながら真摯に答えてくれた。手短にと言っていた西田選手だったが、気がつけば予定時間を大幅にオーバーしてしまっていた。すみません、
僕がうまく答えられなかったから。約束の時間を過ぎたことを謝らなきゃいけないのはこっちなのに、西田選手は丁寧に頭を下げた。いや、とんでもないです。こちらこそ、申し訳ありません。お時間取らせてしまって。無事にインタビューができたことに安堵しつつ、引き上げようとした時だった。写真撮影を終え、部屋の隅に立っていた山田さんが、すっと手を挙げた。すみません、私からの質問にもお答えいただけますか？そう言ってつかつかと俺たちの方に近づいてきたのだ。ちょっと山田さん、約束が違います。慌てて制止したが、山田さんはメモ帳を手に西田選手の顔を覗き込んだ。え？明らかに嫌そうな顔で山田さんを見る西田選手。今季好調の理由はズバリ何だとお考えですか？来季も活躍できるはずとのことでしたが、その根拠は？プライベートを支える恋人がいらっしゃるとの噂ですが、西田選手にとって彼女はどういった存在ですか？ちょっと山田さん。空気を読まず畳みかけるように質問を浴びせる山田さん。困惑を通り越し、怒りに満ちた表情を見せる西田選手から必死で山田さんを遠ざけた。約束が違います、山田さん。質問するのは俺だけだって言いましたよね。焦った俺はつい強い口調で山田さんを責めた。いいでしょ、私の質問、読者も知りたいことだと思うの。山田さんはそう言ってまた西田選手の方に近寄ろうとする。その時西田選手が立ち上がり、せっかくですが今回お答えした内容、絶対に記事にしないでください。それに取材は今後一切受けません。お帰りください。そう言って俺らを部屋の外に出し、勢いよくバタンとドアを閉めた。口調は冷静だったが、約束を破った俺たちに対して明らかに激怒した態度だった。終わった。俺はしゃがみ込み頭を抱えた。そんなに怒ること？取材受けたってことはどんな質問でも答えるつもりじゃなかったのかしら。山田さんはそうつぶやいて肩を落とした。翌日、うちの会社にかかってきたのは西田選手をマネジメントしている担当者からのクレームの電話。当然だ。せっかく貴重な時間を使って受けてくれたインタビューなのに、約束を破って失礼な質問をしてしまったのだから。だけど予想以上に事態は悪化してしまう。西田選手はある出版社との広告出演契約を結んでいたのだけど、その契約も破棄したいというのだ。それは本当にまずいことに。というのも、その出版社はうちの親会社。断固としてうちとは関わりたくないという意思表示なのだろう。これはもう社内だけで処理できる問題ではなくなってしまった、と冷や汗が流れる俺。さすがの山田さんも青くなっている。謝罪に行かなきゃ。山田さんと西田選手のもとに謝罪に向かうも、門前払いされ、会うこともかなわない。出版社からは事情を聞かれ、解雇も覚悟した。上司は、どうするつもりだ、こんなことになってしまって。とにかく頭を下げ続けるしかないだろう。そう言って山田さんと俺を西田選手のいる九州の合宿先に向かわせた。山田さんを止められなかった俺にも責任がある。俺は山田さんと共に新幹線に乗り込んだ。合宿先の宮崎まで何時間かかっただろう。俺はその間ずっと山田さんと話していた。私焦ってたわ。それに私ならもっといいインタビューができるって思い上がってた。調子に乗ってたのね。反省してるわ。そう言って塩らしく体を小さくする山田さん。いえ、山田さんならもっといいインタビューができるっていうのは。
間違ってないと思います。俺ももう少し西田選手の本質を引き出すような質問ができればよかったんですが、申し訳ないです。俺らは頭を下げ合った。私責任取って辞表を出すわ。え、そんな。山田さんは覚悟を決めたように前を見据えていた。大事なことを忘れてしまってたの。取材対象との信頼関係がないまま、あんな質問しちゃダメなことくらい分かってたのに。私にはもう記者を続けられない。みんなに読んでもらえるような記事を書く自信がなくなったの。俺は驚いて山田さんを必死で止めた。山田さんは俺には絶対できないやり方でちゃんと人を引きつける文章を書ける人だ。山田さんから学びたいことはまだまだたくさんある。やめるなんて困ります。やめないでください。俺が何とかしますから。別にいい解決方法を見つけたわけでもないのに、俺は大口を叩いた。とにかく山田さんを辞めさせたくなかったのだ。目的地に到着し、俺たちは西田選手がトレーニングしているというジムへ向かう。こんなところまで来た俺たちにびっくりした様子の西田選手だったが、すぐに目を伏せ、何事もなかったかのようにトレーニングを続けている。俺たちは西田選手に直接謝罪できるまで何時間でも待つつもりだったが、係の人に追い返されてしまう。そりゃあそうだ。ジムの入り口で突っ立っていられたら迷惑でしかない。こうなることは大体予想がついていた。諦めきれない様子の山田さんだったが、出直した方が良さそうね。今日は駅前のビジネスホテルにでも一泊して、また明日朝一番に西田選手が来るのを待ちましょう。そう言って肩を落とし、元来た道を戻ろうとした。そうですね。山田さん、先に戻っていてください。あとは俺に任せてもらったらいいですから。え？山田さんはきょとんとして俺の方を振り返った。駅前のビジネスホテルですよね。また後で連絡します。この時点で俺実は何も考えていなかった。とりあえず俺が何とかしよう、そう思っていたんだ。山田さんが去った後、俺はしばらくジムから離れた場所で西田選手を待った。トレーニングを終えて西田選手が姿を見せたのはその2時間後。西田さん！俺が呼び止めると、西田選手はハッとして振り返った。まだいたんですか。このチャンスを逃すまいと必死だった俺は西田選手に、先日は本当に申し訳ありませんでした。もう一度話を聞いてもらえませんか。そう言って額を地面にこすりつけた。人生初めての土下座だった。西田選手は慌てて俺のそばにしゃがみ込み、ちょっと頭を上げてください。話は聞きますから、と小声で俺を止めた。そして食事にでも行きませんか。渋々といった感じではあったが、西田選手は俺を食事に誘ってくれた。連れて行ってくれたのは小さな居酒屋。俺はそこでここぞとばかりに西田選手に話した。昔からずっと西田選手に憧れていたこと、インタビューできることになって飛び上がって喜んだこと、そして山田さんのこと。西田選手に関する資料を山のように集め、データを頭に入れ、みんなに読んでもらえるいい記事を書こうと山田さんも必死だったのだということを。約束を破ってしまったことは本当に申し訳なかったが、それもこれも西田選手の凄さをみんなに伝えたい一心だったのだと俺は必死で訴えた。西田選手は表情を変えず、無言のまま俺の話を聞いていた。やっぱりダメかと諦めそうになった時、わかりました。こちらもつい腹が立ってしまい、大人げないことをしました。短気なのが僕の良くないとこですね。
そう言って西田選手は苦笑いしながらペコッと頭を下げた。許してくださるんですか？西田さんはふふっと笑い、残っていたビールを飲み干した。取材拒否は取り下げます。広告契約破棄の話もなかったことに。ありがとうございます。居酒屋を出た俺は真っ先に山田さんに連絡した。電話に出た山田さんに西田選手の許しを得たことを話してもよかったのだが、顔を見て報告したい。そう思った俺は駅前のホテルにチェックインしたばかりだという山田さんのもとへと急ぐ。部屋をノックすると、はいという返事と同時にドアが開いた。出てきたのはなぜか髪も体もびしょ濡れの山田さん。髪からは水が滴り落ちている。ちょうどシャワー浴びてて今慌てて出てきたので、あれからどうしたの？三宅くん心配してたのよ。はだけそうになっていたバスローブの襟元を直しながら山田さんは俺を見つめた。思いもよらない格好で出てきた山田さんに動揺しながらも、俺は、西田選手許してくれました。広告契約の破棄も取り消すって。取材もまた受けてくれるそうです。本当？よかった。でも一体どうやって許してもらったの？俺は山田さんが帰った後の西田選手との行きさつを話した。すると、すごい、三宅くんさすがね。そう言って山田さんは俺の首に手を回しギュッと抱きついてきた。その柔らかい感触に俺の理性は吹き飛ぶ。居酒屋で和解できた西田選手とちょっと飲みすぎてしまったかもしれない。気がつくと、なんと俺は山田さんとベッドに横たわっていた。そんないい雰囲気の中、俺は山田さんに告白される。私ね、新人の頃から筋がいいって褒められて、あっという間にトップライターになったの。私を褒めてくれる人はいても、意見する人なんていなかった。そんな中、あなたは自分の意見をはっきり言ってくれたわよね。取材対象にはもう少し柔らかく質問するべきだって。ドキッとしたの。それからなんだか意識しちゃって。山田さんは潤んだ目で俺を見つめてきた。私、もう少しこの仕事を続けてみるわ。そのためには、三宅くん、あなたにそばにいてほしいの。こんなシチュエーションで断れる男がいるだろうか。俺は、そのまま山田さんと朝を迎えた。一ヶ月後、俺たちは再度西田選手に取材を申し入れた。西田選手は快諾してくれ、俺たち二人で取材に向かう。西田選手はなぜかすぐに俺たちの変化に気づいていた。お二人付き合ってます？なんかこの前と雰囲気が全く違って見えるんですが。観察力が鋭いのも一流選手ならではなのかもしれない。質問させていただくのはこちらですよ、西田選手。山田さんは顔を赤らめながら慌てて言い返した。きっと今回の取材で書く記事は過去一いいものになる予感がする。和やかな雰囲気の中、俺はそう確信した。これからもいい記事を世に出すため頑張っていこうと思う。山田さん、いや瞳と協力しながらね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。